今まで使ってたウェブ用カメラの性能が低く、時々トラッキングが外れるので新しいのを買いました。画角が広くなり画質転送速度もアップしたので、フェイスリグの魂の抜ける問題も解決するかも。 OBS という生配信用のソフトが無料かつすごく性能がいいんですよね。マジっすか。複数のソフトを同時管理、しかもフェイスリグのグリーンバックも綺麗に抜いてくれます。コントロール、無事トラッキングできてるようで、はいはい、自分の顔の動きに合わせて、すごい時代になりました。そうですね、ディープモーション、でここで今、ブレンダーを立ち上げてますけど、これをフェイスリグの次に持っていくと、画面が変わって、続いてフェイスリグの方もいろいろできるようになったので、そちらの方も見てみましょう。これが何かだと誰かに似てませんか、ちょっとキャラクターを変えてみましょう。誰がいいかな。これは誰かのお気に入りでしたね。今度は何しようかなみたいな感じですかね。実は VTuber でデジタルおばあちゃん、このセンサーをどこに置くかとかいうのも考えてやれば、すごいな、口のこの曲がりまで表現してる、すごいですね。あの世界で待ってるよーみたいなね、天使さんです。これは手もすごいよね。これは手の動きにも対応してるみたいです。自分が作ったもちろん鉄板ですね。この手に反応をしてみたいです。さあ、これも手が反応してますね。ちゃんと、ロボイントね、両手反応してる。磯貝さん、何をしてますか。よいしょ。キーボードも反応してる。ついた。今までもライブ 2D やフェイスリグでいろんなことをして遊んできましたが、ブレンダーや OBS という簡単に表現できるアプリも使えるようになって、簡単に動画がアップできるようになりました。ますますインドアな生活から抜け出せませんね。Exactly!